はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけれども、防火地域および準防火地域、どちらにも共通する建築制限について解説いたします。まあ、今回は3つありますので、3つ頭に入れていただければと思います。まず1つ目、外壁の開口部。この外壁の開口部っていうのは、扉だったりとか窓だったり、まあ、そういったものですね。で、この扉とか窓で炎症の恐れがある部分については防火設備を設置してくださいねっていうふうなルールになっています。で、まあ、防火設備っていうのは例えば防火戸ですね。防火戸、いわゆる窓とか扉とかを燃えにくいものにしてくださいよっていったイメージです。で、炎症の恐れがある部分ってどこなのって思われるかもしれないんですが、これ、まあ、細かくですね、決められているんですけども、これは相当細かい内容になりますので、覚えなくても大丈夫です。とりあえず、外壁の開口部、扉とか窓で炎症の恐れがある部分については、防火戸のような防火設備を設置してくださいねと。いったルールをまず一つ目で頭に入れておきましょう。で、続いて二つ目ですね。2つ目は屋根です。屋根についても市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災発生防止に必要な性能にしてくださいよというようなルールがあります。屋根についてもいわゆる火の粉が飛んできた時にそれで火事になったら困るわけだから、火事にならないような性能を持った屋根にしてくださいねといったルールです。まあ、これもですね、もうそのまま覚えていただく感じになります。どちらも防火地域内、準防火地域内であれば、この2つ満たさないといけません。まあ、これらはイメージしやすいと思います。どちらも外側ですよね。屋根は上ですよね。で、外壁の開口部っていうのは外側の窓だったりとか扉とかですよね。そういったものについては燃えにくいようにしてくださいよと、まあ、いったイメージです。で、3つ目のルールは今お話ししたちょっと2つとはちょっと違うルールなんですね。この2つっていうのは制限をかけているんですね。つまりちょっと厳しいルールにしているっていったイメージです。普通の屋根じゃダメですよ、普通の窓とか扉じゃダメですよ、燃えにくいもんにしてくださいねっていったイメージですよね。で、一方で3つ目の外壁が防火構造の場合は臨地境界線に接して建築することが可能ですよといった感じで、これはですね、制限が緩んでるんですね。この点については民法で勉強したところがちょっと一つ役に立ってくるんですけれども、民法では臨地境界線から50センチ離して建物を建ててくださいっていう風なルールになっていたと思います。ただし防火地域内、準防火地域内で外壁が防火構造なのであれば、これはもう燃えにくいわけですよ。隣の建物から火災が発生したとしても、防火構造であれば自分の建物って燃えにくいんですね。だから臨地境界線に接して建物を建てることができるんですよっていうふうなルールにしてるわけです。民法では50センチ離してくださいって言ってるんですが、建築基準法では臨地境界線ギリギリに建築していいですよってこれ言ってるんですよね。この2つ矛盾するんですけども、これについては建築基準法のこっちが優先するんですよ。つまり民法の制限を緩和したこっちの建築基準法のルールが適用されるんだよと、まあ、いった話です。なので上2つと下ではですね、ちょっと性質が違うんですね。下については制限が緩くなっている、上については制限が厳しくなっていると、まあ、いったイメージです。で、今回の3つのポイント、まあ、それほど難しい内容ではないので、ぜひ頭に入れていただければと思います。で、まあ、今回お話した民法と建築基準法、これの関係では建築基準法が優先するんだっていう話をしたんですけども、まあ、それに関連したものについても別途ですねありますので、まあ、これについては個別指導で解説していこうと思います。そして弊社レドスは個別指導を行っております。個別指導では、まあ、今回お伝えしたような内容だったり、さらに関連するポイントだったり、理解すべきところだったり、そういった理解学習ができるように解説をしております。他県合格するためにはこの理解学習が必須になりますので、自分自身で理解学習できていないなともし思われるのであれば、ぜひですね、個別指導をご検討いただければと思います。個別指導であればあなたに1回に合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。
宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。